非常にね、有名でもないかな、霊山に登ったんだよね。そんなに高くない山なんだけど、そこに、ピクニックがてら行ってさ、で、上の方ずっと上がっていったわけ。で、景色のいいところ眺めようかなと思ったらさ、そこに太陽光パネルがブワーッといっぱいあったわけよ。つまりそこから見渡せるところってほとんどないような状態で、で、音もね、すごいんだ。ブーン、ブーンって音がするわけだよね。で、そういうところに行った帰りにね、改めていろんな、道路沿いのものをこう見てるとさ、結構太陽パネルってこういろんなところにね、設置されてるわけね。で、その太陽パネルを設置して太陽発電をしているということで、それで、だけどそれって初期投資結構いるじゃない。でも今、その少額でその再建化してるのがあるのかな。投資用のそのファンドみたいのがあるんだよね。で、利回りが 12% ぐらいっていうんだけど、つまりその利回りがいいんでみんなね、そういうのに飛びつくような感じがあるんだけれども、それはその売電価格が安定してるということなんだよね。でもどうなんだろうか、元金保証されるんだろうかって僕はちょっと不安に思ったのは、とにかく増え続けているその太陽光パネルだよね。で、どこが儲けてるかって言ったら、その太陽光パネルを作ってるところじゃないかと俺思うんだけど、その売電価格が安定してるって言うけど、それはね、嘘ではないんだ。それはね、10年保証というのがあって、太陽光パネルを初期にね、建てた人、これは、10年だけお約束ということで、48円だったかな、その売電を普通の人の倍ぐらいで買い取ってくれるということで、非常にね、優遇を受けてるわけだよね。つまりそれで、投資をしてみないかっていうことを言ってるわけだけれども、これはね、その10年っていうのももうそろそろ終わる、2019年、つまり今年には終わっちゃうわけなんだね。つまり保証もなくなるわけで、ここで売電って言うんだけど、標準的に言うと、その売電ができるのは自分のところでも、電気使うじゃん。だからその割合っていうのが大体3割だとすると、残りの7割が売れるよっていうことだ。全部売れるわけじゃないんだよね。その売電価格っていうのが、48円だったら48円ってもう高値で設定されてたのが、これからどんどん下がっちゃうっていうことなんだけども、新規にね、例えば太陽光パネルを建てる人とかいうことになると、その売電価格が14円っていうことに決定されてしまったようだよね。で、太陽電池の寿命なんだけど、これは20年から30年と言われてるよね。で、各メーカーの保証期間は10年から25年ということになってる。だけど、その実質的に言って、どういう保証があるかって言って、考えてみると、政府保証だよね。これは会社設備として設置した場合に、法定だよね。耐用年数っていうのは17年で決められてるんだよね。その後どうするかっていうことになっちゃうじゃない。そうすると捨てるしかない、あるいは新規に、例えば風で飛ばないように下の方にコンクリートをやったとかいうことになれば、そのコンクリートも壊さなくちゃいけないし、それから太陽光のパネルをね、どこに捨てるかってことになるわけだけども、その太陽光の発電をしている所有者がね、自分から撤去するときは電気工事の資格がある人じゃないとできないんだよね、これ。で、故障しているように見えてもね、電気が通っている場合があるんで、怪我とか感電のリスクがあるということだよね。だから産業廃棄物の業者さんみたいのがいるけれども、こういうので、やってもらわなくちゃいけないということだよね。で、無理やりやることができる人は、その電気の資格を持っているやつね、電気工事士の資格が必要になるよね。普通だからソーラーパネルっていうのは、可動部分がなくて寿命が長いとは言われているけど、
中でも変換器って言われてて、直流からね、交流に直す、パワーコンディショナーってところは、寿命が短いんだよね。これ10年から15年っていうことで、まあ、ほとんど家電と同じような感じだよね。で、30万以上するのかな、これって。そういうのもあるしさ、例えば、まあ、電気会社の方でも、うちは自前で十分な電気作れますよ。わざわざ太陽光で発電した電気を買わなくてもいいんですよね、って、値切ってきたりするっていうような話もあるよね。で、こんなことが起こり始めてるんだけれども、九州電力だね、これ2014年の9月の20日だけれども、これ朝刊かなんかに出てたのかな、全国紙4紙が一斉に報道したんだけれども、九州電力がうちは買わないよってなったわけ。つまり、新しいね、売電申請は保留または中止するという発表をしたわけ。でこれは相次いでね、いろんなところが東北電力、それから北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力、それから沖縄電力とね、いろんなところがそれに追随してきたわけ。で、まあもちろん中断を発表してない電力会社としては、東京電力、中部電力、北陸電力の3社があるわけだけれども、まあ買い取りの中断っていうことになっていくわけだよね。で、これはどういうことなのかということなんだけど、なぜそういうことになるのかってことなんだけども、もともとね、エコエネルギーの普及のためにね、優遇設定で倍の価格で買い取りますよって始められた売電価格なんだけれども、まあ、そのために、まあ、中国の企業とかがさ、日本の各地を買い漁ってね、ソーラーパネルを設置したのは記憶に新しいかもしれないよね。当初はね、2012年で電力会社の買い取りの費用っていうのは約2500億円だったらしいんだけども、2016年では2兆3000億円と、まあ、急にね、10倍近く上がっちゃったわけだよね。そして2030年には、まあこれ試算だけれども、3.7 兆円、あるいは4兆円に達すると想定されてるわけだよ。これは電力会社もたまんないわけだよね。すごく増えちゃったわけ。優遇措置だったわけだけど、もうたまらないということだよね。で、電気の性質ということで、まあこれはよく知ってるかもしれないけど、電気は貯められないというのが、まあ普通、一般的な常識だよね。流しっぱなしになってるわけだよ。電池はどうかって言うかもしれないけども、ね、だから普通は、まあ止められないということだよね。だから、その安定供給するためにはね、電気量の、まあお金で言えば収支っていうのがあるじゃない？それが同じである必要があるんだよ。入ってくるのと出ていくのが同じである必要があるわけ。なのに、そのソーラーパネルばっかりが急増しちゃったわけ。しかもそのソーラーパネルってさ、太陽の光をこう浴びて、それでその太陽エネルギーをエネルギーに変えていくわけじゃない。シリコンを使ってさ。で、その太陽光っていうのはまあ一定しないわけだよ。だから天気とか気温に左右されるわけだね。雨の日もあればね、晴れの日もあるし、曇りの日もそれからあるわけだよね。だから不安定だってことだよね、電気の供給量っていうのが。それなのに、量を上回る電気が急に流れたり、量を下回る電気が急に入っちゃうということになると、送電網に流せないという恨みがあるわけだよね。で、結果的にさ、これ経済産業省も動き始めて、2014年の11月5日に、新エネルギー省委員会が開かれて、利益配慮期間が終了する方向に、流れたということでね。要は、もうそろそろその利益を上げて、それを売るという、その売電の仕組みっていうのがね、そろそろもう終わりなんじゃないのみたいなことをね、こう言ってた本人たちが言い始めたわけ。で、結果的にね、2014年11月5日に、経済産業省、新エネルギー省委員会が
2009年か11月に、開始したその FIT 制度っていうんだけど、これは電力会社による、買い取る義務を負わせるね、再エネルギー導入拡大で、まあ、国民の負担が、結局はそれ払うのは国民じゃん。その電気料金として払わされるわけでしょ。だからこれやめようってことで、2019年11月以降、10年間の買取期間は順次終了っていうことを言ってるわけだよね。で、2020年以降の買取価格は市場価格並みに落とそうっていうことで、なったわけだよね。で、買取優遇の期間が切れてしまえば、まあ、あのいろんな意味でね、48円が維持できなくなってきて、まあまあ、あのエネルギー業界とかね、住宅メーカーが発表している価格ってのは大体6円から11円程度っていうから、そのことから言うと、もう今の価格の4分の1ぐらいになっちゃうんじゃないかということで、今結構戦々恐々としている部分もあって、蓄電池によってね、まあ、さっきの蓄電池だけど、まあ、そんなに容量はないよね。でもそれで余剰電力を蓄えて夜間などで利用しようなんていう使い方がまた浮上して、その蓄電池を売ろうとしてるわけだけどね。まあ、そんな状態で、これからの投資としてはいい投資とは言えないということだよね。こういうね、夢のある使い方もあるんだけど、宇宙だったらさ、その天候や塵の影響も受けないじゃない。だから SPS っていうのが1968年に米国の、ペーター・グレーサーっていうのか、グレーサー博士というのが提唱した、その宇宙空間にね、巨大なその太陽電池と、それからマイクロ波の、あのアンテナを設備して、そして太陽光エネルギーを電気に変換した後で、マイクロ波で、そのマイクロ波に変換して地上の方にね、向けて、発射すると。そして受電のアンテナによって、世界の各地にね、送電すると、壮大な計画があるわけだよね。で、これを、着々と進んではいるんだけれども、とにかくお金がないということで、三菱重工業なんかが、まあ、地上波実験を成功しているわけだよね、そのマイクロ波のね。だけど、まあ、相次いで成功しているけど、ただ各国もお金がないから、もう打ち上げとかそういうの、莫大な費用がかかるわけだから、なかなかまだまだ夢また夢になっちゃってるわけだけれども、まあ、例えば、円盤とかさ、そういうのの仕組みが分かって、その低エネルギーでね、宇宙に行けるようになれば、それはまあ大きなエネルギーをその得ることができるということで、まあ、夢のある話ではあるけどね。だから、これに夢を託して新しいそのソーラーパネルで儲けようっていう人は、ちょっと一考していただけるとありがたいなと思いますよね。今日はこんな話で終わりです。